ウリシュティールケはドイツのサッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはミッドフィールダー、ディフェンダー。1970年代から1980年代にかけてヨーロッパで最も成功を収めたドイツ人選手の一人と評されている。地元のサッカークラブ SPVGG06 決中でユース年代を過ごし、1973年2月に ヘネス・バイス・バイラー監督の率いるボルシア、メンヒエングラートバッハへ入団した。同年6月9日に行われた VFB ・シットガルト戦でデビューすると、この試合では敗れたものの2週間後の6月23日に行われた DFB ポカール決勝の 1FC ・ FC、ケルン戦に出場し、優勝に貢献した。2年目の1973から74シーズンから、 レギュラーの座をつかむと、ベルティフォックスやユップ・ハイン・ケスラとともに、ブンデスリーガ3連覇、UEFA カップ優勝、UEFA チャンピオンズカップ1976から77準優勝に貢献した。1977年、22歳の時に、スペインのレアル・マドリードへ移籍。サンティアゴ・ベルナベウ会長が獲得した最後の大物選手であり、ヘルベルト・ビマーとの契約のため、 ドイツを訪れたベルナベウが同じボルシア・メンヒエングラートバッハに所属していたシュティーリケのプレーを見て心変わりを起こし契約した。レアル・マドリードでは守備的 MF からスイーパーへコンバートされると在籍した8年間に1977年からリーグ3連覇コパデルレー優勝2回 UEFA カップ1984から85優勝に貢献。 ドンバロンアワードの最優秀外国人賞を最多の4度受賞した。1985年からはスイスのヌーシャテルザマックスへ移籍し、2度のリーグ優勝に貢献し、クラブに初のリーグタイトルをもたらしたが、膝の怪我が元で1988年に現役を引退した。西ドイツ代表としては1975年9月3日に行われたオーストリア戦でデビューした。 当時のドイツサッカー連盟は、フランツ・ベッケンバウアーの後継者となりうる選手の国外移籍を禁止したい意向を持っており、会長のヘルマン・ノイベルガーは 1978FIFA ワールドカップ開催前の代表候補選手の国外移籍を禁止していたが、シュティー・リッケは、レアル・マドリードからオファーを受けた際に、DFB やノイベルガーの意向に反して移籍したため、 1977年2月23日に行われたフランス戦を最後に代表から追放された。その後、ユップレアバルが監督に就任すると代表に復帰し、1980年6月にイタリアで開催された UEFA 欧州選手権1980では優勝。1982年6月にスペインで開催された 1982FIFA ワールドカップでは、 準優勝に貢献。1984年6月にフランスで開催された UEFA 欧州選手権1984でも3試合に出場したがグループリーグで敗退。3ヶ月後の同年9月12日に行われたのアルゼンチン戦を最後に代表から退いた。シティ・リッケは国際 A マッチ42試合出場3得点を記録した。 2012年のシュティー・リッケ1989年にスイス代表の監督に就任。同年6月21日に行われたブラジルとの UEFA ユーロ9 2予選では1991年11月13日に行われたルーマニアとの最終戦で0-1と敗れ、勝ち点1の差でスコットランドに競り負け、本大会出場を逃した。フルスノヌーシャテルザマックス。 ブンデスリーが2部の SV バルトホーフマンハイム、スペインのドアルメリアの監督を務めた後、1998年9月9日にドイツ代表のアシスタントコーチに就任。ベルティフォクツの後任として監督に就任したエリヒリベックを補佐したが、実質的にはシュティ・リッケが意思決定の権限を握っていたと言われている。一方、 より現代的なゾーンディフェンスへの転換を求めるシティー・リッケとスイーパーにローター・マテウスを廃止従来通りの戦術を継続するリベックとの間で意見が対立するようになり2000年4月26日に行われたスイスとの国際親善試合で引き分けに終わると UEFA ユーロ2000直前の同年5月7日に解任された公認のコーチはホルストル・ベッシュが務めたが シュティー・リッケは、ドイツサッカー連盟の技術部門に残り2006年まで、ユース年代のドイツ代表監督を務めた。2006年9月14日、アンリ・ミシェルの後任としてコートジボワール、代表監督に就任したが、2008年1月7日に、息子の健康上の問題のためアフリカネーションズカップ2008の大会直前に代表監督を辞任した。息子は、 移植手術を受けることができず生命維持装置が必要となるまでに病状が悪化し、同年2月1日に23歳で亡くなった。その後、短期契約を結んで監督に復帰し、同年4月15日まで指揮した。2008年5月31日に、スイスの FC シオンの監督に就任し3年契約を結んだが、会長との不和が原因となり、同年11月に辞任した。 2009年1月5日、カタールのアルアラビの監督に就任した。契約期間は2010年6月30日までの1年半となっており、リーグ戦を3位で終えて、契約期間を満了すると、翌シーズンからアルセリアの監督を務め、2013年6月7日にアルアラビに復帰し1年半の契約を結んだ2014年9月、韓国代表の監督に就任した。 契約期間は 2018FIFA ワールドカップまでの4年間。2015年1月に行われた AFC アジアカップ2015では、チーム状態はかんばしくなかったものの、7大会ぶりの決勝進出に導いたが、決勝ではオーストラリア代表に延長戦の末、1から2と敗れ準優勝に終わった。一方、2018FIFA ワールドカップアジア3次予選では、 ワールドカップ出場圏内となる2位を維持していたものの苦戦が続いていた。2017年6月13日に行われたカタール代表戦において2から3で敗れると同年6月15日に大韓サッカー協会とシュティーリッケ本人の合意の下での契約解除が発表された。2017年9月、天津康氏たち足玉クラブの監督に就任。2020年シーズンは 開幕から1分に4敗と不振に陥り、8月19日に解任された。ユース時代からリベロを務めていたが、西ドイツ代表や所属クラブでは中盤で起用される機会もあり、1980年代初頭にはヨーロッパで最高のミッドフィールダーの一人と評された。また、的確なポジショニングとボディコンタクトで相手の攻撃を封じるとともに、 積極的な攻撃参加を得意としていたことから、フランツ・ベッケンバウアーに名づらえられた。その一方で確固たる意志を持ち、容易に妥協することはせず我が道を行く、頑固な性格の持ち主でもある。出展出展出展ボルシア・メンヒエングラード・バッハ、レアル・マドリード・ヌー・シャテルザ・マックス・アル・セイリア・韓国、代表 RSSSF.com では1978年11月1日に、 行われた2回戦のグラスホッパー戦を含む3試合出場と記されているが UEFA.com の記録によれば2回戦の出場はなし。1982年スーペルコパでエスパーニャ、同情。ありがとうございます。